皆さん、こん、おはようございます。ティーンダーの脈ーボーイ、キングトです。今日は終戦記念の日。今日は私から、はい。終戦記念から76年。今までも戦争の悲惨さは確かに忘れない話でございます。まあ、平和は大事なことでございますが、まあ、日本は今危機的な状況でございます。それは、 日本は戦争と戦ってるわけでもなく、今は新型コロナウイルス変異株と戦ってるんです。はい。それと同じ思いが伝わると思います。昨日の東京都もそうですが、全国で感染者が増えるのは何様と言いたいです。はい。不要不急の外出はしないでくださいと何回も言ってるのに国民は聞けない状況でございます。だから戦争が起きるんです。世の中は。はい。 政府と国民の間で戦争が起きてしまうんです。それなのにね、感染者が増えるのはおかしすぎます。若いからといって大丈夫ではございません。だから戦争に招くんです。空襲で起きてるそ時も、若い人だから大丈夫。外に出ていい。空襲は危険です。はい。確かに危険な状況です。確かに悲惨さ。 もう二度と戦争は起こさない。新型コロナウイルスも起こさない。それと同じ思いでございます。はい。日本についても、今ので現状では言葉にできないほど涙が止まらないです。今年は東京オリンピックや、タイオリンピックやってしまいましたが、えー、平和であることをお祈りし、開催したことは確かでございます。はい。 兵器をなくすことも大事ですが、コロナウイルスをなくす、それも大事。新型コロナワクチンの普及を特に目指す。供給不足はおかしすぎます。はい。考えられない状況です。日本製のワクチンはいつ完成するか。今年中には完成してほしいとしか言えないです。はい。何度も言います。新型コロナウイルスは戦争です。 第3次世界大戦とも言っていいです。第3次世界大戦。世界でも同じ動きでございます。まあ、元は中国だ。中国の戦争から始まってます。武漢で起きたの感染が原因で起き、その後も広がっております。世界でも。今はインドだ、由来だから、インドでの戦争も起きてはおります。感染としての戦争。これも戦争の一部でございます。はい。 やはり自衛隊派遣が確かに必要です。新型コロナ対策には医療だけでなく自衛隊も必要な時期でございます。大事な時期でございます。感染者を減らすためには、まず自衛隊の設置も大事ですが、何度も言いますが、外出はしないでください。県をまたぐ移動もおやめください。街頭インタビューもおやめください。もう二度と来ないことと、お盆は原則中止にしてください。原則。はい。何度も言ってます。 クラスターが起きます。何度も言いますが、戦争中も、ステイホームが多かったです。はい。確かに、昔と今変わってますね。コロナ、コロナ禍ではない時代は確かに、外出してましたが、今はコロナで戦争で起きてます。だから戦争が生まれるんです。はい。みんなでステイホーム戦争も同じです。ステイホームそういうことです。 すべてにおいては戦争ですはいコーナーもすべて戦争です兵器は使っているわけでもなくどのようになっているかわからない状況です調査がもっと必要なべきですなぜ感染経路不明者がどうやって起きたかワクチン2回のう打ったか有無か血液型なのかすべてにおいて調べるべきだと思いますそういうことなんです戦争もなどのようになくなってどういう風うな感じか そのいたわりと痛みというか全てにおいて痛みです涙が止まらない状況でございます、はい、今回は結びになりますが、えー、戦争というものは怖いものでございますあの第二次世界大戦太平洋戦争をよく思い出して沖縄戦を思い出してください やはり悲惨さが多いし、もう日本は負けてしまいました。あの、海戦でも負けるとは、勝ったり負けたりは大変です。領地の奪い合いも大変なもんですし、いろいろ核兵器を使ったり、そういう競争も大変なもんでございます。はい。悲惨さは十分わかるかと思いますが、コローナーも同じです。新型コロナワクチンも競争です。 確かに競争です。競争に負けてワクチン接種が遅れている状況でございます。完全に遅れている状況は許されることではございません。戦争も同じです。許されることではございません。はい。これで覚えてください。以上。全面のスピーチを終わります。バイバイ。